さあこんな感じで、さあそれでですね、エッチングプレスを使う最大の利点、通常眼皮擦りでやってるんですけど、こういう直接厚い版画用紙にすることができますね。で、一番ね難しいのはやっぱ厚ですよね。どうしても私の場合は自分で版木作ってるんで、厚さが均一じゃないんです。ですからよっぽど注意してプレス機の厚を決めていかないと版木が壊れる可能性があります。ですからアルビオンプレスのない方、エッチングプレスで試される方は本当に慎重にやってください。厚の微調整がちょっと大変ですね。あれ、ゆっくりゆっくりハンドルを回していきましょう。エッチングの黄斑ずり釣れましたね。まあ結構いい感じに釣れてんじゃないかな。なんとなく発表できそうな気もしてきました。さあついでといってなんですけど、もうちょっと別の版もしてみましょう。版木の厚さがまちまちなんで、そのたんびに扱えなきゃいけないっていうところがちょっと不便ですよね。でもまあ小口木版がこういう擦り方もあるんですね。結構いいですよ。こんな感じですか。ちょっと幻想的でなかなか、ああこれは発表することができるかもしれない。イタリアのフィレンツェで1年間暮らしてた時に
ヘアスプレスの小型版、ちょうどこのぐらいかな。卓上のね、アルビオンプレス売ってましたね。ただやっぱり大きさ限界があって、おそらくね、名刺あるいはポストカード、そのぐらいの大きさしか釣らないサイズでしたね。ですからこれ小口黄斑やる場合はやっぱりきちんとした厚みが一定の版木を選ぶべきですね。そういう意味では私の知り合いで西舘さんっていう方が作ってらっしゃる版木あるんですけども、これはね、均等な厚さだから、おそらくこういう小口黄斑釣りにはうってつけの鍵じゃないかと思いますね。今度試しに使ってみようと思ってるんですけど、まあその前に自分の手持ちの範囲でどの程度釣れるかっていうことをちょっと試してみる。厚の微調整が面倒ですね。入ってこ。インクの消費量なんかごくごくわずかですからね。経済的な話ですね、小口木版は。ただまあ版木の調達がね、なかなか大変で、今でも私のところにも版木なんとかなりませんかっていう話が結構来ますね。
まあこんな感じで文字がきれいに刷り取れました。これなんか使えそうですね。なんかさあ今日はですね、そういうわけで、小口木版画による大版刷り、それから凸版刷り、その両方を小型のエッチングブレスでちょっと試してみました。なかなか面白かったですね。前もちょっとやったことあるんですけども、まあ特にこの文字の刷り方、これはね結構大判刷りでやるとなかなか味がありますね。でもう一つ、これが小口木版画の大判刷りです。でこっちが小口木版画の凸版刷り、小口木版画の大判刷り、これね、凸版刷りと大きな違いは、まあ、刷り方が違うから、刷り上がりも全然違うんですけども、大版刷りにした場合、油膜が残るんですね。これもエッチングやってる方、よくわかってらっしゃると思うんですけども、油膜の吹き残しによって、いろんな表情が生まれるという。これはね、凸版刷りでは、ほとんどそういう効果できませんので、油膜の効果、つまりインクの吹き残しですね、それによるバリエーションというか表現の幅というか、それができるってところが小口大版刷りの楽しいところですね。まあこれやってみてちょっと真面目に大版刷りやってみようかななんてことを思いました。さあ今回いかがだったでしょうか。なかなか小口の大版刷りご覧になる機会ないと思うんで、参考にできる方は参考にしてみてください。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ちなみにですね、これおまけです。